高橋愛さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうぞどうぞ前にお越しください。僕はあんま幸せな人興味ないんですよ。やめてくださいよ。よろしくお願いします。今日は、はい、はい、特別にいいですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。坂上さん、そうですよね、はいはい、ワンちゃんと一緒に住んでらっしゃるんですもんね、はい、我が家の四男坊の森田パグゾーと申します。パグゾー君、おとなしいですね。よろしく。なんか、はい、坂上さんの顔がなんか変わりましたね。やっと、すごい幸せそうな顔してますよ。それは可愛いもん。そうですよね、はい、そういうところちゃんとやってください。あ、はい、ソファーの下も真っ平らになるんですね。いいですね、はい、旦那さんに手伝ってもらってこういうとこ上げないとね。あ、はい、こういう足のところに噛みつくからね。そうですよね。お願いします。お願いします。お掃除の方法のアドバイスありましたが、はい、結婚生活のアドバイスなんかも高橋さんに何かあったらぜひお願いします。あの、僕結婚失敗してるんでアドバイス言えてきりじゃないんですよ。まあね、お幸せそうなんで、まあいいんじゃないですかっていうあれですけど、まあやっぱりね、僕はあの同じ業界の方はもうあの NG なの、はい、まあ、大変ですから、うん、まあ、多分そのうち芸能人同士の結婚がどれだけ大変かということを思い知っていくんじゃないですか。まだ幸せな、もうまだまだね。ご忠告ありがとうございます。結婚生活の楽しさを伝えてみる。やっぱり帰ったら相手がいたりとか。あのね、俺ね、それがダメだったの。帰ったら相手がいたことがダメだった。なんでですか。だって帰ったら電気ついてんだろ、これ毎日続くのかと思っちゃったんだよ。そりゃそうですよ。あ、じゃあダメですね、向いてないですね。ほら、向いてないでしょ。そうなりますね。あ、もうあれ一緒に帰ればいいんじゃないですか、外で待っててもらって。あ、そしたら暗い家ってこと。はい、結構頭いいね。恋愛が、なんか